これからドルフィードリームを使ってねずこちゃんを作っていきたいと思います。はじめにウィッグを作りました。よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。通販でねずこちゃんに近いウィッグを購入しました。これを使ってアレンジしていきます。分け目とか特にそれっぽいですね。長さはこんな感じです。それと人間用のエクステをパッチンのところを外して使ってみようと思います。手垢とか汚れとかをつけたくないのでヘッドをビニールで包んでみました。キャンディーみたい。よくヘアアイロンが届きました。ドール用にちょうどいい細めのカールアイロンを購入しました。これは後で使うので横に置いときます。まず襟足に3本エクステをつけていきます。こんな感じで1本付け終わりました。同じ感じで横にもう2本足したのがこちらです。裏はこんな感じです。縫い目は割と粗めです。ついてれば OK です。次は中間くらいの段に5本を縫い付けていきます。今度は端から縫うとバランスが取りにくいので真ん中から縫い付けようと思います。全体をチェックした時に少し横の毛が少ないように感じたので後から2本付け足しました。10本もエクステを追加したので毛量がやばいです。ひな人形みたいになりました。ここから毛の量を調整していきます。まず長さを決めて短くしていきます。こんな感じに切ってみました。次はすきバサミを使っていきます。この時表側に出る髪をすきすぎると段が入っているように見えてしまうので内側を主にすいていきます。根元が分厚くなってしまっているので上からスライドさせるようにザクザクすいていきます。
な感じでカットは終わりにします。次は一気に巻いていきます。外巻きと内巻きとランダムに巻いていきます。こんな感じでできました。あとは粗めのコームで溶かしたら完成です。もっとゆる巻きの方がねずこちゃんっぽいかもですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画ちょっとでもいいなって思った方、エミのチャンネルに興味を持ってくれた方、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。ヘバナー。